にかくみんな共通して言うのは、ここの1年だけ見ないでくれってことですよね。もう5年とか10年単位で見たら、どれだけ素晴らしい商売の機会待ってるのか。はい、どうも皆さんこんにちは、マカベです。アメリカン投資家ジムクレマーフォローしています。9月27日金曜日ですけども、まあこの日もね、株式市場穏やかといえば穏やかで、ダウはプラス 0.33%、 SP500 はマイナス 0.13%、 ナスダックはマイナス 0.39%。 俯瞰するとね、これ SPY ですけども、まあレーバーで明けでドーン下がってから戻って、で FOMC のね 0.5% の利下げっていうことになって、その翌日木曜日ポーン跳ね上がってから、まあじわ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 してると。でまあこの週終わったわけですけども、週間ベースではプラスということで、3週間連続高で、一応ねこの金曜日ね、注目されてたのが8月の個人消費支出 PCE の発表ですよ。これね、フェッドが重視する統計ということで、で食品とエネルギー除いた PCE コア価格指数、前年同月比で 2.7% 上昇ということで、でもこれ予想に一致してて、まあ景気の減速感がある、だけど急激に経済が悪化してるわけではない、そういうことだったんですけども、まあこの日もね、ジムクレーマーのマットマネー録画でね、今週まるまる彼お休みで、多分またね来週から帰ってきてくれると思うんでね、今回まだやってなかった先週のジムクレーマーのね、サンフランシスコいる時の CEO インタビュー、あと2つやっとこうと思うんですよね。前回 AMD のリサ数やったんですけども、今回あと2つだけ追加しておきたい。でジムクレーマーね、自分は以前3つの半導体株買うべきだと言った。なぜならば株価下がりすぎていたから。その3つとは何か。1つ目はマイクロン、2つ目は AMD、 そして3つ目がこれだと、アームホールディングスだったんだと。で僕その回はね、メンバー限定動画でやったと思うんですけども、だからメンバーの方ね、ご存知と思いますけども、デモとジムクレーマーね、自分が言ってからアームは上昇してて、結構株価戻ってきたりしている。ここ1週間でも 10% 以上上昇している。でね、新型 iPhone の受注が弱いっていう、そういうなんか噂が出回って、アーム 6% ドーン落ちた時とかあったけども、だからそれ持ち直してて問題なくて。で、なんで iPhone のニュースと関連してるかというと、iPhone には、アームのチップアーキテクチャが含まれているから。で、ジムクレーマーね、アームっていうのはすごくて、世界の人口のもはやね、70% がアームの技術を使用した製品を利用していると言われている。これまで2800億個以上のアーム搭載チップが出荷されている。スマホの 99% がアーム搭載プロセッサで動作している。iPhone だけじゃないよと。で、プロセッサを搭載したチップの 50% がアームテクノロジーをベースにしている。アームの CPU の設計ですごいのは、省電力であるということ。だから、モバイルデバイスからデータセンターまで、幅広い分野で使用されてるんだと。で、半導体の設計をライセンス提供するっていう、そういうビジネスモデルで、世界最大のテクノロジーエコシステムの中心に位置している。マイクロソフトとか、NVIDIA とか、AMD とかね。もう大手テクノロジー会社とパートナーシップ結んで、 AI とか次世代コンピューティングの発展にも大きく貢献している。 Google とも X とも GitHub とも、ものすごい数のパートナー企業持ってて、で ARM 1年前の IPO 以来 171% も上昇して、株価の動きも悪くない。さあこのね、好調の株価の動きっていうのは続くのかどうか、 CEO のレネ・ハースに聞いてみようじゃないか。レネよ、マットマネーに来てくれてどうもありがとうと言ってるんですよね。で、レネハース来てるわけですけども、ジムクレーマーね、まず、お誕生日おめでとうございますと言ってるんですよ。で、僕ね、一瞬ね、こう、レネハースっていう人の誕生日なのかな、たまたまって思ったんですけども、そうじゃなくて、ジムクレーマーね、アームが上場してから1年間経ちましたね。お誕生日おめでとうございますと言ってるんですよね。で、レネハースさん、今回は、このスタジオに来れて、すごく光栄だと、お招きいただきありがとうございます。で、自分たち、上場してから1年間が経ったけども、1年前にこういう状況になると言われても信じられなかったかもしれない。それぐらいとてもうまくビジネスがいっている。で、アームはね、2023年の9月14日に上場したんで、まあ、1年経ったということで、で、ジムクレーマーね、レネオとあなたの会社、もうスマホとか 99% のシェア取ってるし、データセンターでも重要。でもあなたの会社がどれほどすごいのか、多くの人はやっぱ分かってないよなと、そう問いかけてるんですよね。で、レネさんね、ちょっとやっぱりね、自分たちのビジネス特殊性もあるから、この半導体ビジネスきちんと理解してないと、自分たちのビジネスを本当の意味で理解するのは難しいかもしれない。で、最も簡単な説明方法を言うと、自分たちはまあ CPU を作っているということ、物理的にじゃなくても設計をやっているということ。じゃあ CPU とは何か。それは全てのデジタルデバイスの頭脳で、で全部のデジタルデバイスに必要なもの、あとはソフトウェアがある。で、そこのところも ARM の魔法なんだと。これまでに書かれたほぼ全てのソフトウェアっていうのは
ARM で動作する。iOS でも MacOS でも Android でも Windows でも2000万人以上の開発者が ARM のソフトウェアに取り組んできたんだと。つまりと、デバイスがね、複雑になればなるほど ARM が必要になる。で、今のデバイスに書かれるソフトウェアが増えれば増えるほど、より多くの開発者が ARM にそれを移植するってことだから、また長期間使用される。25年以上前に設計された CPU、今でも生産されて、自分たちはそのロイヤリティを受け取っている。その理由としてはやっぱりね、もうね、ARM 以外には考えられないとなってるから。だって、その上にソフトウェアも立ち上がってて、めちゃくちゃ多くの開発者がそれ使ってるわけだから、もう今更変えれない。ARM を使用してる半導体とソフトウェア、これ変更するのがすごく難しいから。だから自分たち、盤石な地位を築いてるんだと。ジムクレーマーね、なるほどと。あとデータセンターのところについても聞きたいんだけども、 ARM はデータセンターでも重要だよなと。 NVIDIA にとっても ARM という会社は重要、そこのところ語ってくれますかと聞いてて、でレネさんね、繰り返しになるんだけども、自分たちは CPU を作っているに等しい。で、自分たちが設計しているこの CPU っていうのはソフトウェア駆動だけではなくてね、すごく電力効率がいいんだと。この AI 革命の時に何が起こってるかっていうと、巨大なデータセンターを構築して、で大規模な AI ワークロードが実行されている。そのためにすごく必要なのは低電力のプロセッサー、そこに ARM が適合するんだと。だから過去数年間でもデータセンターにおいて多くの素晴らしい ARM 設計の採用があった。マイクロソフトも Amazon も Google も、で今ね NVIDIA もグレースホッパーっていう半導体で ARM を採用している。でジムクレーマーね、なるほどそうだよなと。とにかくデータセンターの成長予想以上に速いペースで進んでるけども、そこちょっと掘り下げたい。みんなね、熱が問題であることを理解してるよなと。電力が問題、そのために誰もがより多くの電力と少ない熱、これを求めている、そうだよなと言ってて、でレネさんね、そうなんだと。新しいデータセンターを構築する際に何が必要なのか、より多くの電力、ただ多くのお金をかけたくはない、より低コストで効率的なプロセッサーが必要だから、そこに自分たち ARM が適合するんだと。自分たちがねデータセンターで多くの市場シェア獲得しているのはそういうことで、で膨大な計算量を必要とするこれからの AI ワークロードっていうのは ARM にとってまだまだ素晴らしい商売の機会になる。で繰り返しになるけども、こういうねデータセンター向けの全てのソフトウェア、ここのところも今や ARM に移行してるから、だからここからは自分たちにとってまだまだ上昇の一途なんだと。ジムクレーマーね、なるほどと。確かにこれからも ARM は素晴らしい成功を収めると思うし、ただ一つ聞きたいのは、あなたね、具体的な数字を上げてるよなと、PC について。で、それについてアナリスト会議的なんだと。レネさんよと、あなた何言ってるかっていうと、PC については、今後5年間で 50% のシェアを獲得すると、そうやって言っている。ほとんどの人はそれは不可能だと思っている。でも本当にそれできるんですか？なんでそんなに自信があるんですかと聞いてるんですよね。で、レネさんね、主要な PC プラットフォームの一つ、Mac が 100% ARM に移行した。そこでの魅力的な価値っていうのはバッテリー寿命だと。ARM で動作してるから、10時間、15時間、20時間のバッテリー寿命が実現できている。スマホの背後にあるプラットフォーム。スマホもバッテリーあんなに持つでしょと、いろいろ使ったって。で、PC の未来見据えると、ARM どんどんシェア広げていくの、自分には見える。自分たちにとって PC の分野、真の成長分野になると思ってるんだと。ジムクレーマーね、なるほどねと。だけどね、ARM がどんどん行くってことは誰かがどんどん外れるということだよなと。それってインテルなんですかと聞いてるんですよね。そしたらレネさんね、自分たちはインテルとも戦ってるし、あとは AMD とも戦ってる。 ARM の利点っていうのは明らかに低電力効率だけども、だけどあとは複数のベンダーがいるってことも利点で、でクアルコムとかもどんどん来てるから、今後数年で本当にバチバチの勝負が始まって、あらゆる価格帯の製品が登場して、それはね消費者にとっては素晴らしい事態になると思うよと。ジムクレーマーね、なるほどと。ちなみに以前 NVIDIA が ARM を買収しようとしたよなと。だけどそれ許可が下りなくて、NVIDIA は ARM 買収できなかったんだけども、もし NVIDIA が ARM 買収できていたら世界はどうなってたと思いますかと聞いてるんですよね。だからレネさんね、あの時は本当に興味深い時期だったよと。で皆さんにお伝えしたいのは、今でも ARM っていう会社は NVIDIA と素晴らしい関係を持っている。ちなみにとレネさんね、自分は NVIDIA で働いてたんだと。ジェンセン・ハンはかつて自分の上司だった。で彼から多くを学んだ。本当に素晴らしい会社だと思う NVIDIA は。で当時 NVIDIA が ARM を買収するっていうことに関して興味深かったのは、当時の ARM っていうのは時価総額20億ドルちょっと、 NVIDIA は250億ドルちょっとで、250億ドルの会社が20億ドルの会社買収するの
別にいいじゃないかと。両方の会社とも今ほど大きくなくてね、別に時価総額10分の1以下の会社、ただ買収する普通のやつじゃないか。ただ世界中の規制当局、アメリカ、ヨーロッパ、イギリス、そこら辺で大きな反対が起こって、であと事実上世界中の全てのパートナー企業たちもこれに反対した。このことは何を示してると思いますか？ NVIDIA と ARM が一緒になったらもう手がつけられないと。そうやってみんな脅威に感じたからこんなに大反対が起こった。これこそがまだ当時ね20億ドルぐらいしかなかった時価総額の ARM っていう会社、その会社の重要性を表してるじゃないですかと言ってるんですよね。でレネさんね、個人的には今の ARM の状態が素晴らしいと思ってるから、結果的には NVIDIA に買収されなくてよかったと思っている。これからも ARM っていう会社には素晴らしいビジネスの機会があって、自分はそれを嬉しく思ってるんだと。ジムクレーマー、なるほどなるほどと。確かにね、 NVIDIA と ARM 組むとあまりにも強力になりすぎるかもしれない。で単独でももはやあなたたちは業界で大きな力持っている。やっぱそれソフトウェアっていうのもでかいよなと言ってて、でレネさんね、そうだと。ソフトウェアっていうのが魔法で、40年前振り返るとハードウェア用に書かれたソフトウェアっていうのはあんまりなかった。で1990年代に PC が成長し始めて、ネットが成長し始めて、そしてスマホが登場した。でそれに乗ってソフトウェア産業どんどん成長し始めた。なんでソフトウェアそんなに重要になったのか、それはやっぱりね、強力なプラットフォームができたから。過去20年間に行われた全ての投資、全てのソフトウェアプラットフォームっていうのは全部 ARM で動作する。これは ARM にとって素晴らしいこと。なぜならば全てのね、主要なアプリケーション、主要な垂直バーティカル市場、全ての主要なオペレーティングシステム、これが ARM で動作するっていうことと同義だから。これは去年とか、あとは過去5年とか、そういうね短いスパンで起こったことじゃないから。 ARM が設立されてから20年30年、そういう歳月をかけて実現してきたこと、牙城はめちゃめちゃ固いんですと。でジムクレーマーね、なるほどなと。あなたの会社のこのビジネスのね普遍性、それ自分強く感じるよと。そう考えると ARM 株の株価だって結構変動大きかったりもするけども、 IPO 以来そういうのも別に問題じゃないよなと。そしてジムクレーマーレネさんに聞いてて、でレネさんね、その通りだと。自分たちは一日一日何をやったかの会社じゃない、四半期ごとの会社でもない、年単位の会社でもないんだと。自分たちは10年単位のビジネスの会社、プラットフォーム構築っていうのは数十年かかる、ソフトウェアの開発と最適化にも数十年かかる。でそれらをやってきて、この ARM っていう会社、自分たちはどこにでもいる。でここにこれからまだまだ AI が加わる。 AI はどこにでもあるようになる。 ARM もますますどこにでもあるようになるんだと。ジェネラティブ AI であれ、推論であれ、 AI は将来的には地球上の全てのデバイスに搭載される。そしてそれらのデバイス全て ARM で動作する、そういう世界が見えるんだと。だから自分たちはビジネスを5年とか10年のブロックで考えてる。株価がどうこうじゃない。自分はこれからにすごく自信を持ってるよと言ってるんですよね。でジムクレーマーね、お話よくわかったよと。特に最後のところは重要だと思う。日々の株価に翻弄されるんじゃなくて、5年単位10年単位で見た時の素晴らしさを見ようじゃないかという話、すごく大事だったと思いますと。レネよありがとうと言って終わってるんですよね。でまあ確かにARM株、株価の変動結構あったりして、下がるときは結構下がるんですけども、こんなもの問題じゃないよと。この会社は5年単位10年単位そういう会社だからと、そういうことだったんですよね。はい、で引き続きなんですけどもね、ちょっと手短にもう一個だけやっときたいんですけども、ジムクレーマー、7660億ドルの半導体及び AI インフラ企業のブロードコム、最近の数週間で激しい値動き見せた。9月5日の決算発表で、自分は良かったと思ったけども、AI 関連の売り上げがね、予想わずかに下回って、だからその翌日株価ね、理不尽にも 10% 以上、ドーン下がったりして、でも普通にそっから立ち上って、全然回復している。ブロードコムっていうのは半導体と、あとはインフラストラクチャーソフトウェアの両方で世界的なリーダー企業で、AI データセンター向けの高性能チップ開発で急成長している。Google とか Meta とか Apple とかそういうね、大手テクノロジー企業向けに、カスタム AI チップを開発して提供してて、あとはネットワーキングとかね、ストレージとかブロードバンドとかワイヤレス通信とか、そういういわゆるレガシー分野、そこでも強みを持っている。で、あと VMware 買収して、クラウドインフラストラクチャーのソフトウェア分野でも強力な地位を確立している。さあ、CEO から話を聞こうじゃないかと。レジェンダリーな、伝説的な社長兼 CEO のホックタンがスタジオに来てくれてる。
タンさんよ、番組へようこそと言ってるんですよね。で、このタンさんね、ジムよ、ここに来られて光栄ですと言いながら。で、ジムクレーマーね、前回あなたにお会いしたのは、BM ウェア買収が完了する前だったよなと。あれは素晴らしい取引だったと思うけども。で、本当にうまくいき始めてると思うけども。そこのところどうですかと聞いてて。で、ホックタンさんね、いや、そうだと。ブロードコムっていうのは長い歴史があって、自分は18年以上経営してるんだけども、半導体企業として始まって、で、過去6年間でインフラストラクチャーソフトウェアに進出して、で、それがとてもうまくいっている。で、VMware の買収、これも半導体とインフラストラクチャーソフトウェアのバランスの取れたミックスを作り出す一つの方法だったんだと。で、ジムクレーマーね、なるほどなと。VMware のね、買収、一部の人々は懸念抱いてたけども、さすがね、あなたの実行力は素晴らしいよなと。で、特に、今四半期は飛躍的な成長を見せてる。そこ、なぜなのかと、そうやって聞いてるんですよね。で、タンさんね、いや、それはエンジニアリングチームがすごいから、20年以上の歴史があるチームで。で、彼らが持ってる技術っていうのは、特に大企業がデータセンターでアプリケーションをオンプレミスで実行するインフラストラクチャーにとって、すごく重要で、そこのところが VMware の本質だから、欠かせないところだから。で、自分たちがね、VMware を買収してやったのは、単なるコンピューター仮想化会社から、オンプロメス環境で完全なデータセンターの仮想化を実現する。そういう会社にビジネスが作り変わっているから、だからうまくいってるんだと。ジムクレーマーね、なるほどと。ということで、やっぱあなたたちは唯一無二の存在なんだなと。じゃあね、次にどんどん拡大する AI の機会について話したいんだけども、あなたの会社、当初 AI の収益75億ドルと予想してて、でもね、3月には100億ドルに修正して、6月には110億ドルに引き上げて、今では120億ドルになりそうだと言っている。こんなに急速に成長してるの、素晴らしいよなと、そうやって言ってて。で、タンさん、そうなんだと。自分たちは AI 市場の特定のセグメント、そこにポジションしてるんだけども、複数のハイパースケーラーに対応している。でね、ハイパースケーラーたちは、すごく強い意欲と野心持ってて、彼らは大規模言語モデル LLM に継続的に投資して、まだまだどんどん強力なモデルを作成しようとしてる。で、彼は実際に投資を続けてるんだけども、彼らが投資を進める上で重要なのは、自分たち独自のアクセレレーターを作りたいということで。で、彼らは XPU と、そうやって呼んでるんだけども、自分たちブロードコムは、この XPU、これを可能にする最前線にいる会社。だから自分たちは存在感を発揮してるんだと。で、自分たちは今後、3年から5年のロードマップを持っている。1年だけじゃないよと。今年どうこうっていう話はしていない。こっからまだまだデータセンターとかボコボコできてくるわけで、そこにどうやって食い込んでるかっていう確固たる地位をもう確立してて、3年から5年のロードマップ、非常に明るい未来が見えてるんだと。ハイパースケーラーたちにとっては、すごく緊急かつ巨大なビジネス。それがデータセンターとかで、その成長に伴って自分たちも存在感増していけるはずだ。そう言ってるんですよね。なるほどと。で、ジムクレーマーね、あなたさっき3年から5年のロードマップ持ってるって言ったけども、その視点を話していただいて嬉しいんだと。一部のアナリストはブロードコムのね、1個か2個の顧客が、あれ、なんかちょっと四半期落ちた時に成長鈍化してるんじゃないの、ブロードコムみたいな、そういう考えにとらわれたりするけども、違うよなと。あなたがやってることはコモディティじゃないから、簡単に他に移行できるものでもない。成長が鈍化してるっていう考えは完全に空想的だよなと。実際はそうではないんですよねと。で、それに対してね、タンさん、自分がさっき言ったように、自分たちのビジネスは長期的なもので、さっき3年から5年って言ったけども、もっと長くなる可能性もあるよと。とにかくね、ハイパースケーラーたちは大規模なクラスターを構築したい。で、ハイパースケーラーはね、彼らが所有する LLM とか基盤モデル、これを改善して、そのモデルの IQ を高めたり、そういうのを常にしなければいけない。今後5年間で真剣に取り組むのは、新しい世代のそういうモデルを継続的に生み出すことで、そこにブロードコムは噛んでるんだと。で、新しい世代の LLM、大規模言語モデルごとに、毎回毎回、2、3倍、あるいはそれ以上の計算能力が必要になる。だからね、将来的には、めちゃめちゃな計算機械、これに向けた推進力が必要になるってことは容易にわかるだろうと。で、これは主に XPU によって担われる。多くの人々が AI の投資見合わないんじゃないかとか、今だけなんじゃないの、 AI バブルなんじゃないのみたいなこと言ってるけども、それは誤った見方なんだと。自分たちはブロードコム、継続的な成長を見てる。そうやってタンさん言ってるんですよね。で、ジムクレーマーね、なるほどなるほどと。じゃあ、あとは AI 以外のところ、ここもちょっと質問しておきたいんだけども、ハードウェアとかね、ワイヤレスのところ、いわゆる従来型事業、ここがちょっとね懸念されてて、なぜならば
どん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 、なんか売り上げが悪くなっていくように、そうやって感じたから。ただあなたは最近の決算で、ボトムをつけたと言ったよなと。これは重要な発言だと思うんだけども、本当にインフレクションポイント、転換点を迎えたと信じていますかと聞いてるんですよね。で、タンさんね、アブソリュートリーだと、絶対にそうだと、そこつけたよと、2024年度の初め頃に、だから約3ヶ月前ぐらいにそこを打ったと思う。で、そこから継続的な売り上げの成長を見ている。受注とかも前年比で 20% とか成長してたりして。で、半導体業界っていうのは、まあサイクルに左右される部分もあるんだけども、ここからは明確な上昇サイクルが見られるんだと。で、過去10年間ね、半導体の成長、一桁台半ばに減速してて、周期性緩和されてたんだけども、2019年から2022年、このCOVIDの影響でドーンになって、大きな上昇サイクルがあって、で、そっからまた落ち込みを経験してたんだけども、自分たちは今、そこを打ったと思う。で、また回復への道歩んでると思うんだと。2025年、あと2026年っていうのは、非 AI の半導体にとってもアップサイクルになると思う。上昇サイクルになると思う。ここのところもブロードコムっていう会社のビジネスにとってはすごく重要なんだと。で、あとは AI のところも多分多くの人がどれだけ大きな商売の機会なのか、まだ具体的に想像できてないと思うけども。で、いろんな企業はね、今日10万の GPU または XPU クラスターに投資してるけども、4年後にはそれね、100万クラスターになるんだよと。で、その多くにブロードコム関わるわけだから、 AI のところも強いし、非 AI のところ、これもそこを打ったから、こっからはアップサイクルなはずだと。で、ジムクレイマーね、なるほどと、今日はどうもありがとうと言ってるんですよね。で、やっぱり話を聞いていくと、ブロードコムの今の株価、下落から立ち直ったとはいえ、まだまだ非常に割安だと自分は思うよと。で、一応ここで開示しておくけども、自分のファンドはブロードコムの株のポジション、大きなものを持っている。その理由の一つは、あなたは約束したことを必ず守るっていうことを自分は知っている。今日は来てくれてありがとう。そう言って終わってるんですよね。で、ブロードコムの株価ね、決算後下落してから戻って上に行ってますけども、ジムクレーマー的にはこれまだまだ安いと。でね、このブロードコムのこの時の話もそうですし、 ARM の CEO の話もそうですし、一個前にやった AMD の話もそうですけども、とにかくみんな共通して言うのは、ここの1年だけ見ないでくれってことですよね。もう5年とか10年単位で見たら、どれだけ素晴らしい商売の機会待ってるのか、そのことをとにかくね、この3人の CEO たちは伝えたいみたいな、そういう雰囲気が伝わってきましたね。で、ジムクレーマー、この CEO たちがそういうことを言った時に、あそこのところ取り上げてくれてありがとう、自分もそのことをこの視聴者に伝えたいんだと、そういう気持ちがね、伝わってくるようなね、そういうね、この CEO たちのインタビューだったんですよね。ということで、今回はね、またライトニングラウンドとかないので、これで以上です。今日も聞いていただきましてどうもありがとうございました。これからもジムクレーマーフォローしていきますので、まだの方はぜひチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。よろしければ毎日マットマネーの解説記事がなるはやで届く、メンバー登録もどうぞよろしくお願いします。今回のメンバー限定動画第222弾だったんですけども、2が並ぶ時ですよ。222、利下げ開始直後に上昇が期待できる3銘柄とか、あとは結局サンフランシスコ、いろんな人と話をして確信した4銘柄がこれらだと。あとは中国景気刺激策とかね、もろもろありますので、ぜひメンバー登録もどうぞよろしくお願いします。最後のおまけの英語コーナーです。はい、今回なんですけども、ARM の CEO のね、レレハースさんのところで、ARM っていう会社は1日1日の会社じゃないよと。自分たちは四半期ごとの会社でもない。1年単位、下手したら10年単位でビジネスやってる会社なんだと言ってるのがこれです。We are not a day-to-day company. We're not a quarter-to-quarter company. We're a year-to-year. A decade-to-decade. はい、そうですよね。We are not a day-to-day company. We are not a quarter-to-quarter company.We are a year to year, a decade to decade. 長男次男どうぞ。 We are not a day to day company. We're not a quarter to quarter company. We're a year to year, a decade to decade. J リーグのチームどこが好き？ J リーグ、サンフレッチェ、広島。 We are not a day to day company. We are not a quarter to quarter company. We are a year to year, a decade to decade. J リーグのチームどこが好き？ ガンバ。We are not a day-to-day company. We're not a quarter-to-quarter company. We're a year-to-year, a decade-to-decade. ああ、言ってますよね。で、今回これですよ。Decade, decade. これ、何かというと、10年間。10年ってことなんですよね。で、この言葉の由来なんですけども、10のっていう、その接頭語が、デカってことなんで、そこから派生して、Decade。で、これは Decade が10年なんですけども、Century。
これが100年で、ミレニアム、これが1000年ということですよ。ということでね、レネハースさんね、自分たちは1日ごとの会社ではないんだと。自分たちは四半期ごとの会社でもない。1年1年ごと、下手したら10年単位のビジネスをしている会社なんですよと。そういうことでしたね。ということで今回は以上です。今日も最後まで聞いていただきまして本当にどうもありがとうございました。We are not a day-to-day company. We're not a quarter-to-quarter company. We're a year-to-year, a decade-to-decade. We are not a day-to-day company. We're not a quarter-to-quarter company. We're a year-to-year, a decade-to-decade. J リーグのチームどこが好き？ J リーグ、サンフレッチェ、広島。サンフレッチェ優勝争いしてるよ。今めっちゃ近いよね。そうそうそう、うん。なんでサンフレッチェなんだっけ？なんでだっけ？昔さ、なんかヤベッチ FC やったじゃん。ヤベッチ FC。あれでさ、ね、毎週見てたじゃん。見てた見てた。あれで J リーグで、あの時あれじゃん、森保さんじゃなかった？うん。いや、森保さんのちょい後ぐらい。ちょい後ぐらいだっけ？そう。で、なんでだっけ？覚えてない。なんかさ、広島行ったじゃん。原爆ドーム？そうそう、原爆ドームとか行った時に、広島駅の近くに新しいスタジアムできますよって言ってたじゃん。ああ、言ってた言ってた。あれオープンして今そこでやってんだよ。ああ、サンフレッチェが。行きたいね。今誰がいるか知ってる？サンフレッチェ、うん、昔誰いたのかとかを知って、今あんま知らない。昔誰がいた？昔ピーター・ウタカとか。いたっけ？ウタカいた、ウタカいた。いたよね。それとかお父さんはもう佐藤だね。フォワードの。あ、佐藤。佐藤久人。青山とか。青山ね。佐々木翔とか。佐々木ね。うん、佐々木。日本代表だったよね、佐々木。うん、日本代表だった。あと、キーパー。大阪じゃない？大阪。ね。そうそうそう。We are not a day-to-day company. We are not a quarter-to-quarter company. We are a year-to-year. A decade-to-decade. J リーグのチームどこが好き？ガンバ。今年も日本帰った時見たもんね、ガンバね。うん。パナソニックスタジアム行ったもんね。うん。相手どこだったっけ？コンサドーレ。ああ、コンサドーレだ。コンサドーレ、あの人すごいだ。第8がすごかったんじゃなかった？うん。ね。うん。ガンバ誰が好き？ウサミ。ウサミよかったね。うん。ちなみにお父さんずっと前からマリノスファンだから。うん。日産時代から。うん。今年ガンバとマリノスどっちが上だと思う？ガンバ。いや、マリノス抜くよ絶対。いや、違う。違う？うん。バイバイ。